はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画ではパーカッションを自由に演奏するための体の使い方という非常に大きなテーマについて語っていきます。でこの動画前編後編の後編になりますので、まだ前編をご覧になってない方はですね、まずはそちらからご覧になってくださいで。今回は実践編ということでですね、いよいよ実際に体を動かしながらやっていきたいと思います。でパーカッションを演奏する上で特に使う体の部位といえばやっぱり腕ですよね。各パーツがあって、各関節が あって、それぞれが、いろいろな動かし方、いろいろな使い方をすることができますと。パーカッションが上手くなりたいと思うのであれば、やっぱこの大元である腕の使い方を熟知しておいた方がいいのではないかなと思います。やっぱこう、使い方をですね、知れば知るほど、知っていれば知っている分だけできることが増えます。音楽で言うと、こう、表現できることが増えるとで。今までですね、僕がこう、研究、 ということでもないんですけれども、ま、いろいろ実験しながらですね、あ、こういうふうに使った方がいいんじゃないか、こういうふうに考えた方がいいんじゃないかというのがありますので、それを今回紹介していきます。で、こういった動きができるかどうかっていうのをですね、チェックしながら、えー、見ていただければいいなと思います。はい、ではまず説明のためにですね、腕の各パーツの名称を確認していきたいんですけれども、まず、肩がありますね。肩から肘にかけて、 ここが上腕です。で、肘から手首にかけて、ここが前腕です。で、手首から先、手のひらと指がありますと。で、それぞれ途中に関節があって、まずここ肩関節ですね。まあ、体と上腕をつなぐ関節。肩関節。で、ここ上腕と前腕をつなぐ 肘関節で。手首と指の関節です。指はまあ細かくですね、動きますけれども、パーカッションで主に使うのは一番付け根の関節です。付け根の関節ってですね、こう、手のひらのちょっと中の方に入っているんですけども、こういうふうにくの字にできますでしょうか ここでこのシワができているところが一番付け根の関節です。はい。ではまずは付け根の肩関節から見ていきましょう。この関節がですね、すべての関節の中で一番動きの自由度が高いです。では僕はですね、ここをすべての動作のメインエンジンだと考えています。ここが使えるとめちゃくちゃ楽に叩けます。逆にここ使えないとですね、結構辛い、しんどいです。下手すると、 とか怪我しちゃったり故障しちゃったりってことがあります。で知識として知っておいてほしいんですけれども、人間の腕って結構重いんですね。参考までにですね、僕体重約60キロなんですけれども、手のひらがだいたい0.6キロで前腕が2キロ弱で上腕が2.5キロくらいあります。 で、トータルで、まあ、約5キロありますね。で結構重いでしょで、両方で10キロあると。で、肩からですね、こう腕を持ち上げて、パッと離すと。いうだけでですね、この、もう5キロの物体を落としていることになる。もうすでにここが結構痛いんですけれども、もうそれだけのエネルギーを生み出せるんですね。で、これも基礎知識として知っておいてほしいんですけれども、特にこう叩く系のパーカッション、打楽器の 叩いたときの音が何によって変わるかっていうと、叩く方のですね、物体の重さと、インパクトのときの速さで決まります。重さと速さ。で素手で叩くときは厳密に言うと、この手の硬さとか、形とかにも影響するんですが、大きくは重さと速さで音色をコントロールすることが可能です。なので、この音 肩にですね、重さの方をコントロールしてもらった方がいいんですね。なぜかというと、まあ、この腕、上腕、前腕、手をすべてコントロールできますし、何よりですね、ここを支えている筋肉、まあ、胸の筋肉とこの背中の筋肉が大きい筋肉なんで、まあ、こいつらに仕事をさせた方が明らかに効率がいいだろうっていうことなんですね。この末端がうーって頑張るよりも、ここでうってやった方が、 明らかに大きな重さをコントロールすることができます。はい。で、肩関節の基本的な機能としては、この肩を中心にして、先の上腕部分を上下させたり、左右、横の動きをさせたり、回転させたりすることができますと。イメージとしてはですね、たいこう脇の下あたりにボールが1個入ってると思って、このボールを支点にして、そこから先の 上腕部分が三次元的に動くと思うと分かりやすいかなと思います。今こう何気なく動かしてるんですけれども、実はこのボール、視点そのものだけも動かすことができます。どういう感じかというと、うこのまま肩を上げたり下げたりできますよね。またはこう前後に動かすことができますと。 で、この視点そのものをですね、こう動かして何かしようというよりかは、こう腕を自然にこう上げたり、前後させたりする流れの中で、勝手に連動して視点も動いてくれますので、まあそこまで深く考える必要はないのかなと思います。で、これは豆知識程度に知っておいてほしいんですけれども、例えばこう腕で何か作業をする、叩いたりするってなった時に、この 視点のポジションがですね、前にあると、体の前の筋肉を使います。なんか振りながら自分で触ってみてほしいんですけども。で、反対にですね、後ろに行くと、この背中の方の筋肉を使います。ちょっとここが硬くなるの分かりますかね。こうなんか管轄みたいな感じでですね、この管轄に入ったら、あ、この筋肉が働くスイッチが入る。 この管轄に入ったら、こっちのスイッチが入るみたいなイメージで捉えていただくといいかなと思いますで。僕個人的にはですね、こうなんか叩く行為をするときに、このどっちの筋肉にも入れないっていうポジションで叩くことを推奨しておりますけれども、まあどういった違いがあるのかっていうのはですね、ぜひこう触りながらご自身で試してみて、あ、こういう違いがあるんだっていうのを、えー、知っていただけるといいかなと思います。 特に実際の演奏の中で使う動きっていうのは、視点を軽く固定してですね、この上腕部分をくるくると回転させる動きです。ちょっと試しにやっていただきたいんですけども、まずですね、この肩の高さぐらいに両腕を広げてみてください。で、この状態から、こう肘を曲げると。まあ、こう、お手上げ状態を作ってもらって、ここから、こうくるっと、 お手下げ状態にしてもらうと。で、この範囲で上げたり下げたりしてほしいんですね。こうなんかヒップホップでいう、<laughs> put your hands u っていうやつ、動きですね。を下げたり上げたりすると。で、こう、あんまこう下げすぎると痛いっていう人は、まあ、できる範囲で、あまり痛くない範囲でいいので、上げ下げしてみてください。 この動きが非常によく使えます。けど意外と使えないのがこの上腕の回転の動きですで。このまま肘の位置をですね、だんだん楽な位置まで下ろしてきてください。はい。これがハンドパーカッションの基本のストロークの動きです。で今この状態っていうのは、 この肩のボール、視点の位置と肘の位置を、おおよそですね、空中で固定している形になります。こうすると、使う重さは、ここから先ですよね。つまり、まあ、だいたい3キロぐらいの重さを使って叩くことができると。コンガ、ジャンベ、カホンなど、す、え、べ、ー、てのハンドパーカッションをですね、このストロークを基本に考えるといいと思います。 でここからさらに重さを足す、パワーを足したければ、この肘の固定を外してしまうんですね。そうすると、こう肘がブランブランと動くと。そうすると、この腕全体の重さが使えるようになりますし。この回転の振り幅が大きくなりますので、より大きく この、余動、予備動作を取ることができます。ものすごく強く叩きたい、大きく音を出したいといったときに、この肘を遊ばせてあげて、この視点の回転を使ってあげると非常に大きなエネルギーで太鼓を叩くことができます。体の動かし方のヒントとしてですね、一つ視点を定めたらそこから先を 直線的な動きをさせるのか、あるいは回転的な動きをさせるのかで大きく変わってきます。例えば今この肩のボールを支点にして、ここから先をこういうふうに上下に動かす動きと、さっきみたいにですね、こう上腕を回してストロークする動きの2種類がありますよね。 それぞれキャラクターが違って、この直線的な動きっていうのはですね、なかなかこう、スピードが出しづらいと。その代わり、この重さをフルに使えるので、すごく、パワーがある。音量、音圧を得るときに向いていると。対して、この回転させる動きっていうのはですね、すごい、やりやすい。早く動かしやすい。小回りが効きやすい動きなんですけれども、 重さをどこかに分散させてしまうことが多いので、パワーではさっきの直線的な動きよりも劣ってしまいますで。パワーはあるけれどもスピードがない直線的な動き、スピードはあるけれどもパワーがない回転的な動きみたいにイメージして、それを必要に応じて使い分けるといいんじゃないかなと思います。つまりあんまり音量が必要ない場面などではですね、回転系の 楽で、早く、小回りが効く動きでやって、ここ一番、パワーが必要、音量が必要っていうシーンで直線的な動きを持ってくると。でそういうふうに使い分けるといいんじゃないかと思いますで。人間の可動域の中にはですね、こう回転できるポイントがいくつかあるんですね。で、この回転を見つけたときに、あ、これ回転運動だわ、と。 ここを視点にして、あ、上腕を回している回していると。あ、これ楽な動きだわと。で、この動きなんか演奏に応用できないかなっていうふうに考えるんですね。そうすると、こう、あんまり力を入れなくても楽に脱力して必要最低限で演奏するプレイっていうのが可能になってきますので、回転の動きを見つけたときはですね、あ、これどうにか利用できないかなっていうふうに考える癖をつけるといいと思います。 はい。では、そういったことを踏まえて、次は肘関節を見ていきましょう。この肘関節、どういった機能があるかというと、この肘を支点にして、前腕を曲げ伸ばしすることができます。まあ、この方向だったら上下運動ですね。で、もう一つは、この肘を支点にして、ここから先、前腕部分を回す運動ができます。 つまりこの肘関節も直線的な動きと回転的な動きの2種類ができるということですね。この肘関節の曲げ伸ばし、直線的な動きっていうのは結構日常生活でもやるのでですね、案外自然にできちゃう方が多いと思うんですよ。それゆえに、えー、パーカッション、ビギナーの方なんかはですね、特になんか叩こうとした時に、この肘関節の直線運動で 叩こうとしてしまう。まあ、こういう感じですね。こういう方が非常に多いと。でこまごました動きだったら別にいいんですけれども、これでパワーを出したい、音量を出したい、音圧を出したいってなると、もうすっごい大変なんですよ。なんで、そういう場合はどうすればいいかというと、やっぱりさっきやった肩の方。同じ肘から先を使うでも、肘を指定にして、 この肩を回転させた方が圧倒的に楽に、速く、パワーがある、重さがある動きができます。でさらに重さを伝えたければ、この肘を外してあげて、より大きなストロークにするとで。さっきこの肩をメインエンジンにした方がいいって言ったのはですね、そういった理由ですね。こういうところを視点に、 メインに考えちゃうと、やっぱりここから先、非常にチんまいですね、小手先の動きになってしまいますので、あくまでメインはこっちにして、必要に応じてですね、動きをコンパクトにするときに、こういった動きを使うといいかなと個人的には思います。はい、続きまして、肘を軸にした前腕の回転運動を見ていきたいんですけれども、ちょっとわかりやすくするために、こういうふうにテープを貼ってみました。 これ何かというとですね、この前腕部分っていうのは、こうギュって握ってもらったらわかると思うんですけれども、骨が2本入ってるんですね。で、この骨がねじれる、この上のテープを見ててください。こういうふうに。この、特に親指側親指側がこう、回ってるのわかりますか で、こっちの方はあんまり動いてないですね。つまりこの上のテープ、親指側の骨がをねじれることによって前腕部分っていうのは回転しています。対してこのこっち側、小指側は回してもあんまり動かないと。つまり基本的にこっちが軸で、この親指側がねじれて前腕は回っているんですね。 でこのねじれが何かっていうとですね、例えば、ハンドパーカッション、何か叩こうと思った時に、こういうふうに、手のひらを下に、手の甲が上に向くみたいに構えて、叩くような方結構いるんじゃないかなと思います。っていうかですね、僕自身結構最初の頃ずっとこういうふうに構えて叩いてました。で、これ何が問題かというとですね、この、 手の甲を上に向けた状態っていうのは、すでにですね、この、親指の骨。まあ、頭骨っていうんですけども、この頭骨がねじれた状態なんですね。まして、ちょっと見にくくて。で、自然な位置っていうのは、こう、リラックスした手の位置。つまり、親指が上を向いている状態が、この骨。 が、まっすぐな状態。デフォルトの状態です。で、ここからねじることによって、この、回転、向きが変わるわけなんですけれども、こういうふうにやっちゃうとですね、ねじれてしまっている状態なので、実はこれ、可動域が狭まります。手の甲を上にした状態で、さっきの、この肘の、上下運動、直線運動をやるのと、 手の甲をですね、横向ける。手のひらを横向ける。つまり、親指が上を向く状態で、こう振る。運動だと、こっちの方がですね、明らかに楽に、早く。しかも、この可動域も大きく振れるんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、ぜひ、手の甲を上に向けた状態で振るのと、横に向けた状態で振る。比べてみてください。 お叩くのと、叩くのね、全然痛さが違います。つまりこれチョップの動きですね。骨がまっすぐになってる状態というのは。このチョップの動きだと、さっきの直線運動でも、すごく、速く振れます。つまりこの向きっていうのは、結構筋肉を制限しちゃってるってことをですね、知っておいた方がいいかなと思います。これが僕にとってですね、結構大きな発見で、つまり、 さっきの直線運動を使いたければ、こう、チョップの動きで振って、最後、インパクトの瞬間だけ回転させるみたいにすると、こういう動きですね。すごく大きなエネルギーを、この肘関節だけでも生み出すことができます。何か具体的なハンドパーカッションがあった時に、こう構えると思うんですけれども、 この構え方ですね。手の甲が完全に上を向いてしまった状態ですと、これもう前腕をねじっている状態ということなんですね。これすなわち、このねじった分だけ、このつながる腱と筋肉を引っ張っていることになるので、若干こう動きを制限した状態で叩くということになります。 もちろん叩けないことはないんですけれども、軽くこうブレーキを踏んだまま、アクセルを踏んでいるみたいな状態だと思ってください。で、これを解放するにはどうすればいいかというと、さっきチョップするって言ったような感じで、このダメをチョップするような風に構えればいいですね。つまりこんな感じ。これが一番ですね、この腕の 動きの可能性を最大限に引き出せる構え方かなと思いますこの構え方だとさっきやったですね肩を使った回転のストロークここが軸ですねつまりこう直線ではなくてちょっとこう放物線っていうかアーチを描くようなストロークになるんですけども で、構えはこう。こういう風にやると非常に楽にストロークができますし、直線で振る長さよりも、放物線で振る長さの方が長いっていうの分かりますかねこの距離が若干この回転を交えた方が長く予備動作を取れるので、すごく強く叩きたいとき。 大きく叩きたいときに、この予備動作の分だけ、ストロークができるというふうになりますで。さらにさらにですね、この肘の、さっき曲げ伸ばし、特にこの直線の動きは使えませんよっていうような言い回しをしたんですけども、実はこれもですね、こういうふうに構えると、さっきのチョップですね、チョップの動きからの、インパクトの瞬間に回転を加える。 前腕の回転を加えるってやると、びっくりするぐらいですね。早く振れます。はい。ちょっと動画だとね、多分伝わらないと思いますの、ね、で、ぜ、ぜひ自分でこう、振り比べてみてください。で、最後はですね、これも本当上級者向けなんですけども、こういうふうにストローク、 しなくてもこういう予備動作がなくてもですねこの位置からもう前腕の回転だけでこれだけで叩けてしまうとこれね僕の結構、えー、秘伝のタれみたいな感じで,ですねよかったら参考にしてみてくださいはい続きまして手首見ていきましょう手首の主な機能としては、まあ、こういった曲げ伸ばしですね おいでおいでっていうやつですね。これと、あとはこう、前腕に対して横に振る。左右に振るような位置調整の運動がありますで。この動きでですね、何か叩いたりすることは、まあまずないんですけれども、これと、この前腕の回転、これを組み合わせてやる動きっていうのは結構ありますので、 この手のひらを伸ばした状態で回したり、傾けた状態で回したりと。こういった動きがですね、スムーズにできるように練習するといいかなと思いますで。この手首を曲げる動き。特にこのですね、平らな状態から下に振る動きっていうのは日常生活でもよくあるんですけれども、こう、上に振る動きはあんまりないので、これだけはですね、ちょっと 筋トレみたいにして鍛えてあげる。最低限ですね、手首を痛めないようにするために筋力をつけてあげる必要はあるのかなと思います。でただ、さっきやりましたですね、肩関節、肘関節、上腕と前腕が全てうまいこと使えればですね、もうほとんど手首使わなくて良くないって結論になると思うんですよ。 僕実際今そうなんですよ。手首ほとんど使ってない。肩がメインエンジンで、肘がサブエンジン。手首はですね、もう本当に最終調整役みたいな。もう必要があった時だけちょっと使う。みたいな感じなんです。まあそれもですね、こう、いろいろやりながら実験して、手首使った方がいいのかな、使わない方がいいのかなっていうのを考えてみると、えー、いいんじゃないかなと思います。 はい、最後は指ですね。これはもうですね、普段の生活でよく使うから、まあ、そんなに言うことはないんですけども、強いて、えー、打楽器演奏で使うとしたらですね、この、やっぱり、最初に言いました通り、付け根から曲げる動きっていうのを、自然にできるといいかなと思います。この指の付け根っていうのはですね、手のひらの中の方にありますので、この付け根の部分からぐっと、指が曲げれる。 かつ、各指がですね、自由に動くように練習しておくといろいろ応用が効くと思いますで。あとはですね、さっきの前腕回転と組み合わせて、指を速く動かしたりする動きも使ったりします。指系のパーカッションなんかですね、結構こういった動き、指を動かしているように見えて、実はこっちの方がメインエンジンで動いているっていうふうな動きをしたりします。 はい。というわけで大まかではありますけれども、僕なりにまとめた腕の機能と使い方のまとめでした。で今回やった動きをですね、一つ一つ確認しながらやってみる。でこういつでも体現できるようにすると、楽器を演奏する自分の体の基礎能力というのはかなり上がっていると言っていいと思いますで。一つ一つの動きができたら、例えば軽めのシェーカーなんかを持ってですね、このシェーカーを指だけで振ってみる。 手首だけで振ってみる。肘だけで振ってみる。肘を軸にした回転だけで振ってみる。肩を軸にした回転だけで振ってみる。肩を軸にした上下運動だけで振ってみる。 肘と肩を組み合わせてみる。みたいにしてですね、シェイカーを使って各パーツがどういう風に動かせるのか、どういう効果が得られるのかっていうのをですね、実験しながら練習したりするとかなり実用的な技術が身につくと思います。はい、で、今回は特に腕に特化してお話ししたんですけれども、当然これ腕が繋がっている胴体の方も動かせますし、 いろいろな機能があります。ので、この胴体のですね、可能性について考えてみるのも非常に面白いと思いますので、自分の体をですね、こう、いろいろ動かしながら研究してみてください。ビギナーの方はですね、特に今回やったような一つ一つの動き、まあ、スポーツみたいな感じなんですけれども、この動きが正しくできているかどうかわからないといったこともあるかと思います。そういった場合はですね、この動きができている人に、 見てもらってですね、確認して見てもらってください。僕でよければですね、対面レッスンとかオンラインレッスンもやってるので、そこで見てアドバイスすることもできますので、ご興味あればですね、概要欄から、えー、レッスン申し込みをしてください。はい。ではですね、こんな感じでパーカッション情報、<laughs> マニアックに発信してますので、えー、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。